どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、V ポイントと T ポイント、とうとうね、統合日が発表されましたので、こちらの解説と、ANA マイル還元率で7%還元の三井住友カードのね、キャンペーンが来ておりますので、本日はね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。 ということで、このね、V ポイントと T ポイントっていうのは2024年の春からですね、統合されるっていうことが発表されております。で、発表はね、されてたんですけども、まあ、どういった感じで変わるのかっていうのはですね、発表されてなくてですね、今回の動画では、今現時点でね、わかってる内容を解説させていただくのでですね、またね、この統合の カウントダウン祭りっていうのも開催されているっていう風になりますし、またね、三井住友カードのタッチ決済のね、キャンペーンも来ているっていう風になりますんで、まあ、ここら辺まとめてね、解説やっていきたいな、なんていう風に思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。 ではね、こちらが公式サイトになっておりまして、えー、変更日は4月の22日って言ったがちになります。t ポイントはこのね、青い v ポイントに変わるっていう風になるんですよね。で、それが4月の22日に開始になって t ポイント、えー、v ポイント使ってる方がね、どういった感じになるのかっていうのがね、こちらにわかりやすい表が書いてありまして、まず t ポイントなんですけども、えー、今まで通りで大丈夫ということで、カードでもスマホでも今まで通り利用することができます。で、2024年4月の 22日からですね、t ポイントアプリは v ポイントアプリに変更されますということで、今のね、モバイル t ポイントアプリありますよね。 これが、えー、新しいね V ポイントアプリに変わるっていう風になります。で、三井住友カードならダブルで貯まるということで、これからね、この新しいね V ポイントが、この三井住友カードでも貯まりますし、このね、T ポイント、今までの T ポイント仮面店でもですね、この新しい V ポイントが貯まるようになりますんで、T ポイント提携先でこれまで通り、この V ポイント新しいのも溜まって、 三井住友カードのポイントも貯まるっていう風になります。で、下の方に行っていただくと貯まったポイントは Visa 加盟店で、ね、使えるということで、このね、今の V ポイントアプリありますよね。こちらが2024年2月、4月の22日から V ポイントアプリは V ポイントペイアプリにね、変更になるということで、このアプリはこの新しい、ね、V ポイントペイアプリにね、変わるみたいですね。 で、次にですね、V ポイントを利用されている方は、今まで通り世界のビザ加盟店でお使いになります。さらに、T ポイント提携先でモバイル T カードのバーコードで提示していただくと、たまる使えるということで、このね、V パスアプリであったり、V ポイントアプリであったり、 えー、三井住友銀行アプリ。こちらで、このね、新しい V ポイントのね、まあ、新しい V ポイント、前のね、モバイル T カードがまあ表示できるようになるっていうふうになるんですよね。で、先ほどの項目で言った通りね、この V ポイントアプリっていうのは、 こっちにね、変わるんで、まあ、こちらに書いてありますけどね、まあ、こういった形で表示できるようになります。で、次にですね、2024年4月の22日から青と黄色の V ポイントスタートということで、カウントダウン祭りっていうのが、えー、開催されます。こちらね、今日発表されたわけなんですけども、まずね、毎日9時が弾けるということで、こちらね、T ポイントが当たるんですかね。はい、先ほどだったら私ね、普通に外れましたんでね、まあ、一応毎日弾けるみたいなんで、 こちらね、t ポイントっていうのはね、A a 前イル70%で交換できますし、じゃる前にね、50%でも交換できますんで、ぜひこちらね、やっておきましょう。で、このね、カウントダウン祭りということで、まずね、一番最初はモバイル T カードなら2倍ということで、こちらエントリーしていただくと、既存の方はですね、2倍になって、新規の方は10倍っていう風になりますんで、こちらね、ぜひエントリーしといてください。 こちらで詳細になるわけなんですけども、1月9日から4月の21日、エントリーしていただいて、提携先でね、この、 こちらのね、モバイル T カードを提示していただくと、えー、既存の方は2倍、新規の方が初月10倍でね、利用することができるっていう風になります。まあもちろんね、T カードがね、あの、体系しているお店じゃないとね、利用することができないんですけども、まあこういったところでですね、利用することができるっていう風になりますんで、これはね、いいですよね。ぜひエントリー忘れずにしといてください。で、次にね、こちらでカウントダウン祭り、新規ダウンロード限定 V ポイントアップリ20%還元キャンペーンということで、このね、 V ポイントアプリ入れてない方、ちょっと私のね、チャンネル見てる人はみんな入れてると思うんですけども、これ入れてない人ね、非常におすすめです。 20%還元上限1000円ということで、2020年1月9日から3月の15日までですね、V ポイントアプリね、初めて入れ,入れていただいて、決済していただくと20%還元でね、利用することができます。上限はね、1000円までになっておりまして、対象者はスマートフォンアプリ V ポイントを期間中に初めてダウンロードした方限定っていうふうになります。ダウンロード済みの方は、アプリをサインインストールした場合も対象となりませんということで、今までね、 使ったことない方が対象っていう風になります。で、期間中にスマートフォンアプリ、V ポイントで決済することということで、このね、V ポイントアプリっていうのはチャージしていただいて、 ID 決済、ビザタッチ決済、あとね、クレジットカードの番号とかも出して、え決済することができるっていうふうになりますんで、こちらでね、決済すると20、20%還元っていうふうになりますんで、上限が1000でね、20%なんで、5000までの利用ですね、えー、していただくと1000がもらえるっていうふうになりますんで、あの、アマゾンギフト券ね、あの、5000チャージしていただければ1000もらえるっていうふうになりますんで、ぜひこちらね、あの、ダウンロードされてない方利用してください。で、キャンペーンのね、特典付与は、2024年3 3月末までっていうふうになっておりますので、まあ、こちらね非常におすすめなのでぜひ利用してくださいまあアマゾンのね例に出しましたけどもスモバイル Suica とかもねチャージできると思いますんでめちゃくちゃいいですよねそれでは次にですねこれですねもれなく10%ポイント還元対象のコンビニ飲食店でスマホタッチ決済を使おうキャンペーンということでこれねめちゃくちゃいいです はい。今ね、三井住友カードのね、対象券タッチ決済ね、今7%還元ですよね。この7%還元の部分がですね、10%っていう風になるんですよね。しかもこれはね、三井住友カードのね、V ポイントで付与されるっていう風になりますんで、ANMILE ね、70%で交換することができるっていう風になりますんで、言い換えればですね、このセブンイレブンとかね、ローソン、マックとか、この対象店に関しては、ANMILE 還元率ね、7%還元で利用することができる。 でるっていう風になるんですよね通常ね4.9%還元なんですけども、まあ、それさらに上がってね7%でねエネマイル貯まるっていう風になりますんでこれはめちゃくちゃいいですねでこちらのキャンペーンで、ね、エントリー必要っていう風になっておりますんでエントリー忘れずに、ね、利用してくださいでまたねスマホのタッチ決済ということでこちらで、ね、絵が書いてありますけどもスマホのタッチ決済が対象ですんでねでキャンペーンのね詳細見ていきたいなと思うんですけども先ほど言った通りねここからエントリーポチッとしといて くださいで、期間が1月の9日から4月の21日ということで、かなりね、期間が長いです。で、対象カードは、えー、オリーブフリキシブルペイの、えー、一般ゴールドプラチナ、それ以外、三井住友カードね、プロパーが対象っていうふうになっておりますんで、まあ、各種ね、えー、ナンバーレスとかもね、対象になっておりますんで、私もね、このみ、 プラチナプリファードね、等う発行いたしましたので、私もね、こちら全力で参戦していきたいなと思います。で、条件ですね、先ほど言った通りね、エントリーが必要になっておりまして、えー、条件にですね、期間中対象点にて、 対象カードを設定した Apple Pay、Google Pay の Visa Touch 決済、Master Card Touch 決済が対象ということで赤字で書かれておりますけどもセルフレジなどで Apple Pay ボタンを選択された場合は ID とお支払いになるためクレジットカードをお選びくださいということでまあこちらでセルフレジって書いてありますけどもお店でね対面で利用する際もですねあの Visa Touch って言ってね通じない場合結構ありますんでもうねだいぶ浸透してきたかもしれないんですけどね一応クレジットカードって言った方がねあの簡単にあの利用することができる っていう風になりますのでこちらね注意してくださいで特典ですね、えー、V ポイント10%還元ということでこちらねあの分かりやすい図がね書いてありますけども、えー、通常0.5%還元なんですけども対象飲食店で7%でこれがね6.5%加算されて今回のキャンペーンが3%上乗せで合計10%還元ですねで上限なんですけども、えー、こちらにねちゃんと記載がありますね1万円までの利用が対象っていう風になっておりますのでまあ、1万円利用していただくと、えー、10% 1, ポイントがね付与されるっていう風になりますで、対象点ですね。対象点ね、かなりね、たくさんありますんで、ゆっくり見たい方はね、ぜひこちらでチェックしていただければなと思うんですけども、セブン、ローソンとかね、マック、あと、ガストとかサイゼリアとかね、これも全部対象っていう風になっておりますんで、スキアとか入ってんのいいですよね。それではですね、ポイント交換ルートをおさらいしておきたいなと思うんですけども、まあ、今回ですね、V ポイントが T ポイントと一緒になるということで、これがね、もう一緒になります。で、今ね、あの、今現時 でもねここのの v ポイントってのは t ポイインントトっってて t でで、ね、であの交換するるとがでできるっていう風になりますんで、まあ、あの、大きな変更はないんですけども、まあ、溜まるポイントがね、一緒、あの、一個になるっていうふうになりますんで、まあ、この交換作業ね、もういらなくなるっていう風になりますんで、これはいいですよね。一番気になるね、ここら辺の交換レートに関してですよね。まあ、ここはね、あの、毎回こういった動画を出すとね、ここら辺が悪くなるんじゃないかっていう話がね、あの、コメントとかでね、あの、来るんですけども、こちらに関しては、ね、現時点では、今のところね、あの、 話はないっていう風になるんですよね。一応ね、あの、使いやすくなるっていう風にねえ、言われておりますんで、レート変わんないのかなっていう風にはね、思ってるんですけども、この三井住友カードのね、V ポイントって、他社のポイントにね、交換する、ま、あこのクレジットカードを持っているものに関してはね、あの、いい、あの、いいっていうかね、良かったりするんですけども、そうじゃないポイント、 交換先っていうのは基本的にレート悪いんですよね。80%交換とかは基本なので、このね、新しい V ポイントからこの JR キューポとかね、ここら辺が悪くなるのかなっていうところなんですけども、今回のね、あの統合でね、一応 使いやすくなるっていうふうにね、言ってるんでね、変わんないでほしいんですけども、まあ、ここら辺のね、ルートはもしかしたら悪くなってしまうかなっていうところですかね。まあ、こういった感じですかね。まあ、こちらに関してはですね、何かね、情報があり次第ね、動画作りたいなと思いますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ちょっとね、こちらのね、ポイント交換ルートをね、あの、表示させていただいたんですけども、今日ね、他のプレスリリースで、一応周りにはね、直接交換、あの、直接ね、影響がないので、週末 それね、細かい話でしようと思ってたんですけども、この永久不滅ポイントですね、残念ながらね、あの、解約が出ております。それがこちらになりまして、えー、今日ですね、永久不滅ポイントから交換、一部レーと変更のお知らせがね、出ておりまして、えー、残念ながらですね、今までこの永久不滅ポイントから Amazon ギフト券とか D ポイントとかポンタポイントの交換って10日だったんですよね。ですので、まあ、この永久不滅ポイントで1ポイント5円相当なんで、 えっと、100ポイントってのは500円分なんですよね。まあ、それが Amazon ト券の場合は、まあ、10日で交換することができておりましたので、100ポイント、まあ、500円相当が500円。まあ、D ポイント、ポンタポイントに関しても、500円分のポイントが、 500ポイント。ポンターポイント、D ポイント、両方ともね、10日で交換することができていたわけなんですけども、2024年の2月の14日からですね、一応11時からになっておりますけども、新レートということで、アマゾンギフト券の交換は500円相当が400円。で、1000ポイント。ま、あこちら5000円分のポイントが4500円。で、5000ポイントだと2万5000相当ということで、で、この5000ポイントっていうのはね、2万5000円分っていう風になりますので、5000ポイント、だから2万5000円 5000円分のポイントを交換すれば、10日で交換できますよということで、かなりね、ハードル上がりますよね。今までですね、500円分のポイントで、500円相当でね、交換できてたものが、まあ、2万5000円までね、ポイント貯めないとね、10日で交換できなくなるっていうふうになりますんで、これはね、残念ですよね。で、またね、D ポイント、ポンタポイントに関しても、今までね、10日で交換できてたわけなんですけども、交換レートは90%っていうふうになりますんで、残念ですね。 はい。ですので、この永久不滅ポイントをね、メインで貯めている方で、この アマゾンギフト券とか D ポイントとかポンタポイントがね、交換されてた方は、こちらね、あの、2月の14日からね、レート変わってしまうっていう風になりますんで、それまでにですね、ポイント交換ね、しといておきましょう。で、対象カードはね、永久不滅ポイント対象カードっていう風になります。で、マイルを貯めるね、観点から、この永久不滅ポイントね、今回の10日だったのが、まあ90%ね、ここが2月14日からなるわけなんですけども、まあ影響があるのかっていうところですよね。まず、この永久不滅ポイントから ANA マイル アルマイレの交換は。 特にね、影響はないです。ま、あ70%で今後もね、ANA マイルには交換できますし、JAL マイルもね、50%で交換することができて、またね、たまにね、20%増量キャンペーンやっておりますんで、ここはね、60%で交換できたりするんですよね。まあ、今後ね、影響があるのかっていうのは、やっぱり恒例ですよね。この前あったのはね、5.5%増量だったんですけども、この10%増量キャンペーンとかでね、あの、D ポイントに交換されてた方は、今後ね、ここは90になってしまいますんで、10%増量キャンペーンが 来たとしても100%っていう風になっちゃいますよねですので心が影響がありますかねあとはねこの永久不滅ポイントのポイントを 現金化してる方、この永久不滅ポイントのポイントって、あの、いろいろ現金化する方法があるんですよね。まあ、D ポイントに交換して、日光フロッキーでね、クロスで取引していただければ 99.、99.7%とかで交換することができますし、このポンタポイント、私もね、あの、永久不滅ポイント現金化したいっていう時は、このポンタポイントに交換してね、このポンタポイントっていうのは AU ペイにチャージできますよね。 au pay にチャージしていただいて、自動出金設定っていうのをね、au 自分銀行でね、あの、できるんですけども、それに設定しておくと、このポンタポイントっていうのは月2万円までね、現金化することができるんですよね。ですので、この、今回のね、解約に関しては、永久不滅ポイントを使ってて、d ポイントに交換してます。こういったキャンペーンでね。もしくは、 ポンンタポイント経由でで現金化している方はですね、まあ、こちらね90交換っていう風になってしまいますので、まあ、こういった方はね、影響あるかなっていうところですかね。まあ一応ね、永久不滅ポイントっていうのは JR キューポにもね、交換することができますので、まあこっちからこう行けばね、まあ10日で交換することができるんですけども、まあちょっとね、めんどくさくなるっていうところですかね。まあマイルの交換レートはね、一応変わらないわけなんですけども、まあ一応秘宝ということで、今回ね、こういった発表がありました。 でここら辺がね例と変わらないかねちょっと不安ですよねこんなねあの新年早々ね解約が来ると思ってなかったですけども、えー、こういったね発表がございましたのでこちらもねぜひ覚えておいてください2月の14日からね変更開始になりますんで交換される方は2月の13日までにね交換しといておきましょうはいということで今回ですね t ポイントで v ポイントとうとうね4月22日からですね新しいね v ポイントになるということで発表ございましたんでね解説させていただき ましたいやね、JR キューポの交換率どうなるんですかね。皆さんの予想で、ね、ぜひ、あの、教えていただければなぁと思います。まあ、私はね、あの、便利になるっていうふうにね、あの、言われてますんで、レートは変わんないと思ってるんですけども、いや、これになるんじゃないかみたいなコメントございました。ぜひ、あの、コメントを残しておいてください。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気になった方は、いいね、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。 私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりまして、またね、最近マイル診断、ポイントサイト診断始めましたんで、こちらからね、ぜひやっていただければなと思います。スパム防止のためね、この診断権はね、一回しか利用することができませんので、あの、慎重にね、あの、選んで、あの、アンケートね、答えていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ